ます。誰が鈴を鳴らしてんのかなと思ったらトトでした。トトはねどこも行かないんだよ。トトトト、ご飯ご飯と思ったらみーちゃんちゃんとケージの中に入って待ってます。はいはい、どうぞ。はい、奥でね、これマロムじゃないよ、ちょっと待っててね。はい、おはようございます。8月の28日水曜日、島も現在大雨です。呼んだんですけど、あまり入ってきませんでした。また何回か呼びたいと思います。よいしょ。はい、それでもこのぐらいいます。机の上にいっぱい。はいはい。はいはい、どうぞ。はい、おはよう。あら、あら、あ、いたいたいた、太郎ちゃん、太郎ちゃん、はい、はい、トント、太郎ちゃん、はい、五郎さん、お母さん、食べるよ、はい、はい、恭平くん、あれ、ちょっと食べられなかったな、はい、どうぞ。はい、ジローさん見て待ってる。はい、アラジさん、あら、あ、いつもより少ないですかね。またちょっとお世話の人、時々雨が小降りになった時に呼びたいと思います。はい、その前にちょっと閉じ込めてた。はい、セラちゃん、セラちゃんどうぞ、来てね、あるからね。はい、ちびっこちに行きます。すごいね、お猿さんみたいだね。はい、はいはい、本当だね、はい、みーにてんてんの声だね。はい、おかわりタイムにしたいと思います。はい、おかわりタイムです。はい、こちらおはよう。おはよう。でもさ、そこにいたらさ、ママ入れられないんだよね。はい、どうぞ。いやいやいや、もう入れられない。はい、もうピコちゃん、はい、はい、ピコちゃん、だからここにもなんだっけ、熱ね、もうここから入れ、はい、白
から入れます。ここにもあるんですが、お皿が見えません。はい、ビビビビビじゃない、ランちゃん、ビビも食べてね。はい、テト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 あげ。はい、あれ黒猫ちゃんはサンバかな、サンバかな。白田、このお皿で食べられるの。どうぞ。ポテ、ポテコさん、はい、もう入れられませんよ。はい、ポテチ、はい、ポテコの入り、ここ、はい、ここにも入れようね。誰、はい、エルモ、はい、こっちついてた、はい、こっちついてたね。はい、どうぞ端から。いいんだよ、食べていいんだよ。はい、テーブルの上こんな感じです。ちょっと一回、はい、先食いはチローさんと、これは恭平くんですかね。はい、下のチーム行くよ。はいはい、太郎ちゃん、タレ、うんちゃん、はい、まる、まる、よいしょ、ぶり、はい、もういつもとこでどうぞ。ちゃん食べたもの、あら、く、くまちゃん、くまどうぞ。あら、ちょっと待ってよ。はいはい、太郎さん、マロちゃん、コロさん、なかったの、あるよ、ここにちゃんと。はい、コロさん、はい、あるよ、動かないと自分で。はい、誰なんかがいないのかな、ボンちゃんとかがいないですね。また後から入ってくるといいんですけど。はい、最後のお盆のご飯です。はい、はい、子猫のだからね、子猫にあげてよ。猫ちゃんたちも結構、はいはい、テトちゃん、あの人がいませんね。セナ君、セナ君は食べてたので。はい、サード君もどうぞ。きたのちゃん、もう乗らおう、サド、サドちゃんにあげてよ。はい、また誰かお外にいないか見たいと思います。チラー、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 はい、はい、おはよう、おいでおいで、チラー、おはよう、はい、え、おはよう。えらいね。お家にいたらいいのにね。そこが好きなの。おはよう。ご飯しようね。おはよう。おはよう。え、上手にちゃんと雨宿りしてます。濡れないところにいました。はい。足元には、まるちゃんです。はい。海を見に行きたいと思います。今ちょうど雨が止んでるので見れると思います。時雨風が強くなる時もあるんですが、停電するほどではないと思います。海もこんなに穏やかです。空はどんよりしてます。トンボがいっぱい、はい、飛んでます。トンボは何だ、飛ぶときは台風が来るとか聞きますが、はい、こんな感じです。じゃあしばらくお留守を守らないといけないと思います。
今日はちょっとお仕事に行かないといけないので、途中で時間機を取って戻ってきて猫たち様子見たいと思います。まるちゃんだけだったね。まる、あれ、また雨降ってきたよ。まる、はい、濡れないようにね。はい、あれで遊んでるのかなと思ったらアナちゃんでした。なんかね、チュラさんに似てるよね、アナちゃんね。おはよう、朝のミルクです。ひかりくんからかな。みやちゃん、ちょっと待っててね。はい、おいでてきて、遊んでて。ひかりくん、ひかりくん、よいしょ。はい、ミルクしようね。ちょっと待ってよ。ああ、ほい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 。はい、ちょっと止めます。はいはい、優しくね。誰？サボちゃん、優しくよ。食べていいんだよ。ちょっと食べそうでした。はい、二人とも朝ごはん終わりました。あ、ちょっと綺麗にしようね、口ね。はい、ひかりくんも、りおちゃん、りおちゃんもトイレでうんちもおしっこもいっぱいしてました。ありこさんだね、二人ともね。仲良しさん、慣れたかな。姉ちゃん、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 姉ちゃんだね。うん、はい、またお昼帰ってくるからね、待っててね。